皆様こんにちは。今回は Android Wear 版 Google Fit に追加された心拍数のバックグラウンドモニター機能を解説させていただきます。健康管理アプリ Google Fit の Android Wear 版は2017年7月14日のバージョン 1.7 アップデートにおいて Android Wear の心拍センサーを利用したバックグラウンドの心拍モニター機能が追加されました。この機能は定期的に心拍数を自動計測しグラフ化して表示してくれる機能です。ただし現在この機能は Huawei Watch 2と LG Watch Sport の2機種にしか対応していません。バックグラウンドの心拍モニター機能は今後他の機種にも拡大される予定です。 Android Wear 版 Google Fit の心拍数バックグラウンドモニター機能はGoogle Fit アプリを最新にアップデートした状態で起動して下にスクロールすることで設定項目が表示されるので OK をタッチするだけです。これで Android Wear を装着している間は自動で定期的に心拍数を自動計測してそのデータを蓄積しグラフ表示してくれるようになります。 Android Wear 版 Google Fit の心拍数バックグラウンドモニター機能は特にフィットネスアクティビティを利用する場合に心拍数の移り変わりをチェックできるので便利です。対象機種を持っている場合はぜひ参考にして設定してみてください。以上 Android Wear 版 Google Fit に追加された心拍数のバックグラウンドモニター機能の解説でした。